2023-24 WE リーグ3連戦の締めくくりとなる第12節大宮アルディジャベントス対野島ステラ神奈川相模原の一戦です。まず15分のシーンです。大宮さあ船木からだけどこの仕掛けからクロスを上げて片手岩崎そして最後杉沢のシュートでした。試合立ち上がり守備で耐える時間帯もありながらこういったシュートチャンスも作っていった大宮です。そして43分のシーンです。大宮ここも船木の仕掛けからマイナスに今日初先発の牧野もう一度牧野が受けに来てここに合わせたのが井上でした。先制井上は今季3ゴール目となりました。今日初先発 WE デビューとなった牧野も違いを見せました。そして44分のシーンです。野島ステラ大竹の落としに南野から右にいたの榊原でした。ここ望月のセービング。大宮が先制しまして1対0で後半に入ります。80分のシーンです。宮最終ラインの鮫島ここまで上がってきます。そして間を通して自らシュート放っていきました。非常に攻撃参加が魅力のこの鮫島です。そして85分のシーン大宮代わって入りました大島。島から最後飛び込んできたのが北川でした。最後まで果敢にゴールに迫っていきました大宮。大宮対野島ステラの一戦1対0大宮が第2節以来のホームで勝利を飾りました。勝ち点3をつかみ取りました。